アレクセイ・バレリエビチ・カザコフは、ロシアの男子バレーボール選手。ナーベレジヌイエチェルヌイ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元ロシア代表。1996年、ロシアスーパーリーグのイスクラをジンツボへ入団し、同年ロシア代表に選出される。1998年に、イタリアへ渡り、セリエ A のモデナとトレントで6年間プレーし、モデナ在籍時の2002年に、 セリエ A のリーグ優勝を経験した。歴代代表選手の中でも217センチメートルの大型選手で、長年ロシア代表のミドルブロッカーとして活躍し、1999年ワールドカップで金メダル獲得に貢献し、3大会連続出場したオリンピックでは2000年、シドニーオリンピックで銀メダル、2004年アテネオリンピックで銅メダル獲得に貢献した。 2009年に代表に再招集され、ワールドリーグに出場した。2004年からは、ロシアスーパーリーグでプレーし、2011年から在籍したウラルーファではキャプテンを務め、2013年、チャレンジカップファイナル進出。2014年に、ゼニート火山からベロゴリエ・ベルゴロドへ移籍するも、怪我に悩まされオフシーズンに、クラブから離脱した。ありがとうございます。